バター焼きして、あとはもうね手抜き21本ね、21本ございますが、食べれるかどうかはクエスチョンです。パパラパパパパパパラパパパパラパラパラパパさあね、そろそろご飯の用意していきたいと思います。ご飯の前にとりあえずね、牡蠣が食べたくって、牡蠣です、牡蠣です、牡蠣です。ちょっとね寒いからね、幕内でこっそりバター焼きして、あとはもうね手抜き、なにわの名物串カツ、串カツをね、いただいていきたいと思います。油で揚げるだけです。何本？21本、ね、21本ございますが、食べれるかどうかはクエスチョンです。牡蠣を小麦粉の中で、おい、おい、おい、よいしょ、はい、牡蠣です。ちょっと料理しにくいな、ちょっと移動します。今日ね、なんか怖い怖い怖い、これ大丈夫？にんにく醤油っていうのを買ってみました。さあではバターで焼きます。バター、バター、ほぼ焚き火は放置、これ滑るでな。これない方がいい？熱、もうすでに熱いわ。これない方がいい？なかったらどうか。いや、なんかなかったやばそうやな。いや、いや絶対怖いわ。これがない方がいいんじゃん。ちょっと待って、ちょい待ち、消すわ。蓋忘れたわ。はい、もうや見せたくないけど、もうやばい、牡蠣の原形、これ痛くなりたくないしな、焼けてんの、もういいわ、めちゃくちゃ。もうめっちゃやばいしすげえやばいし、これいただきます。はい、乾杯。まあね、牡蠣のねソテーは超やばい食べ物になっております。ちょっとね見せるのは恐ろしいので、今日はねこっそり食べます。いやでもね、あれよね、やっぱり いただきます。でも味は美味しいよ。焚き火の火がやばい。あ、美味しいな、美味しい。マジで。煙ばっかりや。
ま。おお、ついたついた。さあね、今からメイン料理、串カツね、食べていきたいと思います。串カツ。さあ、いけるかな。こんなもんかな。よし。久しぶりでレイアウトが定まってない。すごく使いにくい。やっぱ久しぶりに使うと思うようにね、レイアウトができない。これで油を。ソース持ってきてます。マイソースなのでね、二度漬け OK でございます。これですよ、なにわ名物串カツ。21本も食べれるかどうかは別問題。チキンチーズ、うずらがいいな。ごまかぼちゃ、白身にしよう。あ、とにかくね、一種類3本ずつ入ってます。さあ、いけるかな。どう、あ、いい感じ。なんかあったかくなってきたわ。そら油使ってんもんね。いいんじゃない。ビールがいいけどね、さっきこっち飲んじゃおう。はい、怖いね、熱って言ったこんなもんさ、やけどの息じゃないよ。やけどしたら熱くて食べれない。こんなもんでいいんじゃない。ほら、揚げもん多分ね、いいと思うよ。ごまかぼちゃ、はい、ひとまずお先にいただきます。楽しい。楽しいよこれ。でもさ、なんかこぼれるよね。こうしたらいいか。よし、ふん、はい、いただき、あく、うん、おいしい。風もやんだからさ、いい感じ。おいしい。次はうずら。うずらね、うずらは美味しいよね。うまっ。うわっ、どうしよう。イエーイ。もう美味しいという言葉しか出てこない。めっちゃうまいわ。お塩だ、お塩。やっぱりさ、串カツには生ビールでしょう。スーパードライ、生ジョッキか、生ジョッキか、綺麗な泡のお楽しみにですよ。怖っ、出えへんし、まあいいや、私はこれで飲むよ。へへ、ほら、こっちの方が泡がきれいに出るもんね。では森のテラスに乾杯。あ、うまっ。
余談だけど、キャンプ始めて2年と3ヶ月かな。2年と3ヶ月が過ぎまして、今日でね、ちょうど100泊目をね、迎えることができました。まだまだね、行きたいところはたくさんございますのでね。はい、まあでもなんか自分で100泊ってすごいなと思って、うん、あ、やめて、こぼれないで、こぼれないで でも台風過ぎたら一気に寒くなったよね。今だってもう19度、20度切ってるよ。ちょっと山の方のキャンプ場来るときはもうちょっと寒さ対策してこないと、またえらい目あるね。今日はまだ大丈夫だと思うけど、まあね、あとゆっくりね、ご飯いただいていきますのでね、しばらくカメラは休憩です。森のテラスの朝でございます。今日はね、朝カレー、無印良品の筋カレーをいただいていきたいと思います。よしで、つく、怖い、ね、風がきつい、信じられない。怖いな。マッチ5本目、ついた。マッチが燃えてんのか、アルストがついてんのかが分かる。あ、ついた。アルストで燃やしていいの？
かんな、やめとこう。これは、はい、あとね、ご飯の炊き上がりを待つだけです。焦げなし。勢いが。いただきます。どれどれ、カレー、うん、無印のカレーはね、鉄板やね。うまっ。一瞬にして食べてまいそうや。ごちそうさまでした。じゃあね、そろそろね、少しずつね、片付けていきたいと思います。またね、なんかしばらく天気悪そうな日が続きそうですよ。では片付けもだいぶ終わってます。まだね、時間あるので、たい焼きね、食べます。たい焼きね、食べます。たい焼きにバターで焼きます。ちょっとだけね、気持ちいいバター。はいの、無理やり。やっぱキャンプいいよね。はい、テントの方のね、撤収終わりました。あとね、周りの方を片付けてね、帰りたいと思っております。2日間の森のテラスでのご視聴ありがとうございました。またね、次回もどこかのキャンプ場でね、皆様とお会いしたいと思っておりますのでね、よろしくお願いいたします。さようなら、バイバイ。みきみこでした。こんにちは。